改札、改札は、主に鉄道において、駅員や乗務員等の係員や、代行機械、自動改札機等により、旅客、乗客の乗車券の効力を確認した上で基地用に、改める行為である。元来、乗車券の使用開始、乗車の際に行われる、入居、応印を指したが、現在では、途中における、乗車券の効力確認についても、改札、 車内改札と呼ばれる。日本の多くの鉄道では、旅客の運賃は乗車券を事前に発売、出刷することで収集し、旅客は購入した乗車券の有効範囲内で乗車できる制度をとっている。その制度において発売された乗車券未使用を乗車開始の際に検査の上、既使用、使用開始に改める行為である。 具体的には係員による入居、応員、機械による臨時、開口がある。鉄道駅では原則的に改札済みの旅客しか立ち入れない区域、改札内と呼ぶを設けて管理している。航空における搭乗手続き、船舶における乗船手続き、映画関東の娯楽施設のもぎり、半券回収にている。路線バスでも高速バスなど長距離路線の多くで、 同様のシステムを取る事例がある。乗車券は基本的に乗車終了の駅、下車駅と呼ぶにて、回収、収札される。一方、ヨーロッパのほとんどの鉄道駅には、改札口は設けられていない。ヨーロッパの鉄道では信用乗車方式を採用して、車内改札を行うのが一般である。その分、不正乗車が発覚した際の罰金額を高く設定して、 不正乗車を防いでいる。なお、バスにおいても検察が行われる場合があり、シンガポールのバスでは不定期に検察が行われており、有効な乗車券を所持していない場合、紛失した場合も含む罰金が課される。鉄道駅では改札を行う場所を改札口と呼ぶ。鉄道用語では拉致、または拉致とも呼ばれる。日本では駅員が改札口に立って、 改札を行うことが多かったが、係員の代わりに機械が改札を行う、自動改札機の導入が大都市圏だけでなく、地方都市圏にも広がりつつある。自動改札機が設置された場合でも、対応しない切符や、生産のために、検証窓口が設置されることが多い。入場時には、切符に使用開始、使用済みであることを示す印が入れられる。係員による、 友人改札ではそのための道具として、日本では鉄道創業以来長らく改札バサミ、改札橋、改札バサミという専用のハサミで独特の切り込みを入れてきたが、1990年代を境に順次、駅名や鉄道事業者名と日付を示す改札委員、スタンプが導入され、これに切り替えられた鉄道事業者が多い。また、同時期に普及が進んだ。 自動改札機では切符が改札機に投入された際、懸命に穴を開ける。いずれの場合も、使用開始、使用済みであることを示すために切符に改札挟み、等で印をつけることを入居という。出場時には原則として切符を回収する。なお少数派ではあるが、事業者、駅によっては、改札口における入場時の改札を省略して、出場時の収札や、 運賃収受のみを行うところや、入場時に、収殺や、運賃収受をしてしまい出場時の動作を省略すところなど、様々なケースが存在し、その運用形態は、必ずしも一律ではない。前者は、土佐黒潮鉄道中村駅、広島電鉄広電宮、島口駅、京福電気鉄道市場大宮駅などや、四国旅客鉄道、JR 四国の小規模な駅で、 後者は、スカイレール線の各駅や、都電荒川線王子駅前限定などで採用されている。異なる、鉄道事業者の経営する、路線間の乗り換え、一部の鉄道事業者では、自社線間の乗り換え、主に幹線とローカル線、新幹線停車駅における新幹線、在来線相互の乗り換え、一部の有料特急ホームなどでは、中間改札を設けている。 主な目的は、前2社では、事業者間での有効な乗車券類の保有確認と、乗り換えに伴う生産。後2社では、新幹線特急券、特急券の保有確認、または保有者による入場の制限である。一部のバスターミナルや港湾、空港における旅客ターミナルなどでも、改札口を設置している。無人駅や電停などでは、札口による札ができないので、 代わりに車掌が改札、修札業務を代行する場合が多い。その他、無人駅に乗車証明書発券機を設置して、着駅もしくは乗り換え駅の中間改札で生産をする場合もある。さらに路線が一駅間のみのピストン輸送で、一方の駅で本線と接続している。もう朝鮮では、接続駅にもう一方の駅の券売機と改札を、併設しても一方の終着駅を、 無人駅としていることがある。また、通勤通学時間帯などの時間や繁忙期に一時的に乗客が集中する場合には、臨時改札口と称する改札を設ける場合もある。ただし臨時改札口といっても、人が通れるだけの隙間を開けて、周札のみを行うものから、渋谷駅、八甲臨時改札のように、工場的に自動改札機を設置し、すぐ近くに、 自動券売機がないこと以外は通常の改札口と変わらない運用をあるものまで様々である。ラッシュアワーなどで駅構内に収容できない恐れがあるほど混雑した場合には時間を区切って改札業務を一時停止し通路を閉鎖する改札止めが行われることもある。先日のようにヨーロッパ諸国の鉄道ではプラットフォームへ出るために通る改札口が 駅構内に設けられないことが多い。切符に日付が印字されていなければ、駅等に備え付けられた刻印機で利用客日付を刻印するシステムが一般的に取られている。例えば、オーストリアの公共交通機関では、改札口または、車内での乗車券への刻印が義務付けられている。一方、地下鉄や大都市近郊路線では、主として、 自動改札機による改札口が設けられている、戦術のパリと近郊都市圏のメトロとラー、ロンドン地下鉄など、フランスのパリと近郊都市圏のメトロの駅では、入場時に自動改札機に切符を通すのみで、出場時の修札は行われていない。列車別改札は、駅の改札口の出入りを常時行わず、1本か2本の列車の発着ごとに行う方式である。 この場合、発車時刻の何分か、前から発車間際まで改札を行い、他の時間は改札口が閉まっている。不正乗車の防止、乗降ホームの閉鎖による安全管理、コスト対策、旅客の誤乗、乗り間違え、防止が主目的とされる。列車本数の少ない駅で行われる。本数が多くなるとこの方式は困難となり、 地下鉄など都市内鉄道では行われない事例が多い。日本では鉄道早々機は列車本数が少ないことから各列車の発着ごとに改札を行っていたが、電車により頻発運転が可能となった区間では待合室の混雑など実施が困難になり順次廃された。例えば上野駅。 いわゆる国連を除くでは1954年まで、名古屋駅では1960年まで実施していた。現在では、北海道、東北地方の一部の駅、ケーブルカー等で、各列車発車時刻の5から20分前から改札が行われている程度である。韓国では、韓国鉄道公社の長距離列車では、列車別改札が基本で、韓国高速鉄道運行区間の駅に、 自動改札機が導入された時点でも変化はなかった。そのため、改札開始放送がある前に、自動改札機に乗車券を入れると、エラーメッセージが出て改札が閉まる。しかし、トラブル多発により自動改札機の使用は中止され、事実上の信用乗車方式となっているため、一部地方駅を除いて列車別改札は行われていない。列車内で乗務員が、 旅客の乗車権類を検査、確認することは特に車内改札と呼ばれる。国鉄時代中期頃までは、検察と言っていたが、しかし、検察と称することは依然として多い。かつて、検察や車内改札では、乗務員が乗車権類に検察ばさみで刻印及び、パンチを入れるのが通例だったものの、現在では記載のあるスタンプを応印するのが通例である。 会社にもよるが、日付、車掌区名、ありがとうございますと書かれたものがある。普通列車、快速列車を含む普通車自由席など、とりわけ大都市近郊では、車内改札は省略されることが多い。特急列車でも混雑が激しい場合は、省略することがある。理由として、混雑の激しい車内では、 その実行が困難となること、自動改札機が導入されている地域では有効な乗車券類がなければ出場できないこと、また、乗車カード、首都圏では、スイカパスモ等の IC カード、近畿圏では、アイコカピタパ等の IC カード及びスルッと関西、J スルーカード等の磁気カードと、モバイルスイカ等のお財布ケーの普及に伴い、入場記録の確認が困難であること、 地方の線区ではワンマン運転が行われていることなどによることが挙げられる。ただし座席指定性を採用する快速、普通列車では指定権の確認のため車内改札が行われるのが原則である。また首都圏で運行されている座席定員制ライナーである湘南ライナー等や全車指席の特急スーパービル踊り子においてはドアカットで車両の入り口を限定した上で 係員が、ライナー券、または、指定席特急券を入り口で確認し、無札客を乗車させることのないようにしている。東日本旅客鉄道、JR 東日本の首都圏の快速、普通列車自由席グリーン車では、スイカグリーン券利用者には座席に着席した上で、購入に使用したスイカを、天井のグリーン券情報読み取り部にタッチして緑に、した場合に限り、 車内改札を省略しているが、紙片のグリーン券利用者等には、車内改札を行っている。乗務員の携帯端末に、座席の予約状況を送信するシステムの導入が、進んでからは、その状況は変わりつつある。JR 東日本では、日立、あずさ、成田エクスプレスなどの首都圏近郊の特急列車の、多くでは、あらかじめ座席指定券。 指定席特急券、指定席グリーン券を購入した段階でその情報が、乗員の持つ携帯端末に送られ、ドパモを使用、普通車及びグリーン車の指定席車両の車内改札は、行わない方向に進めている。乗務員は、車内改札の代わりに携帯端末の指定席予約情報と乗客の着席凶を照らし合わせて一致していれば、 正規の乗客であると推定して通過する。指定券が発行されていない席に乗客が着席している場合などに限って、車内改札を行う。ただし、東海旅客鉄道、JR 東海から直通する、篠野伊線特急、ワイドビュー市なのは、情報端末が対応していないため、無条件で、車内改札を行う。同様に、近畿日本鉄道の特急、 京成電鉄のスカイライナー、東武鉄道本線系統、小田急ロマンスカー、南海電気鉄道の特急等でも指定席の予約状況が車掌の携帯端末に送信され予約されていない席に着席している客に対してのみ車内改札を行うなど簡略化している指定権を持っていないのが一発でわかるのはこのためである乗客からは 睡眠を邪魔されないなどおむね好評であるため、車内改札を省略または簡略化する動きは広まっている。北海道旅客鉄道、JR 北海道のグリーン車の一部や、UC と JR 九州の8 8 5系、7 8 7系で運用される特急列車、名古屋鉄道ミュースカイのように、 座席にチケットホルダーが装備されており、そこに指定券を入れることで車掌がチェックしているところも、ある。四国旅客鉄道、JR 四国の特急列車では、通常の車内改札のほか、途中駅からの乗客の改札も兼ねて、終点の手前の区間、例、小島岡山間、坂井出高松間,間、今治伊宝城松山間、土佐山田湖面高知間で、 自由席の乗客に対して自由席特急券を回収する。また、一部の特急列車では一定の条件を満たした指定席の乗客には車内改札を省略していい。山形新幹線、秋田新幹線も含む新幹線では自動改札機に投入された指定席特急券から指定席の座席情報を読み取る機能をつけており、 改札機に特急券が投入されるとその座席情報が乗務員の携帯末に伝達されるようになっている。JR 東日本、西日本旅客鉄道、JR 西日本、九州旅客鉄道、JR 九州では早くからその情報をもとに車内改札を省略してきたが、長らく東海旅客鉄道、JR 東海だけは車内改札を続けてきた。東海道。 山陽新幹線では、現在は指定席車両に限り車内改札を廃止した自由席車両では、継続が、以前は東海旅客鉄道、JR 東海と西日本旅客鉄道、JR 西日本とで対応が分かれていた。JR 西日本が管轄する山陽新幹線では、山陽新幹線内で完結する列車と、九州新幹線に直通する列車。 光レールスターや水穂などに限り車内改札を省略していたが、JR 東海が管轄する東海道新幹線、及び道線に乗り入れる山陽新幹線の列車では、全車両を対象に2016年3月25日まで、車内改札が行われていた。JR 東海でも、JR 東日本、JR 西日本と同様に携帯端末は導入しており、 その携帯端末による確認も実施してはいたが、車内改札の完全廃止に否定的であった。車掌は、携帯端末の他に、各車両の着席状況を記したカードを所持しており、チェックのない席に座っている乗客に改札し、終了後、座席番号を確認して、どの駅まで乗るのか書き記した。だが、エクスプレス予約の利用者が増えたことやシステムの、 改良により車内改札の省略が可能となったことから JR 東海でも2016年3月26日のダイヤ改正から指定席車両に限り原則として車内改めを廃止する意向を示し予定通り指定席車両に限り原則として廃止されたこの車内改札の省略事例で進んだものとしては 小田急電鉄の特急ロマンスカーでの携帯電話によるインターネットサービスを利用し特急券をチケットレス化したロマンスカーアットクラブが挙げれる詳細は当該項目を参照されたいまた近畿日本鉄道の特急は近鉄特急チケットレスサービス南海電気鉄道の特急は南海鉄道クラブという小田急と似た事例のサービスが行われている JR 西日本では管理駅に所属する社員などを非管理駅、主に無人駅や列車内などに派遣して改札を行うことを軌動改札と呼ぶ。近畿圏に自動改札機を導入する際、費用対効果等の資料を収集するために JR 西日本全支社から社員を動員し、アーバンネットワーク内を走行する全列車の全車両で全停車駅間ごとに すべての乗客対して車内改札を行った。この期間、乗客は乗車から降車まで各駅ごとに車内改札を受けた。一車両に数人の係員が乗車していたため、分担ミス等により一区間で複数回の改札を受けることもあ。これがマスコミに報道された時に、軌道改札という語が使用された。また、同社のワンマン列車車内でも不正乗車防止のために、 不定期に乗務していることもあり、制服、私服、スーツ着用問わず、軌道改札という暗証をしている。車掌が担当している場合もあるが、ドアの開閉や案内放送の実施などは運転士が行う。また、車内改札等で車掌が列車の乗客の乗車人数などを把握し、運転上主要な駅で報告する乗車人員報告簿を作成する。略して、 乗り棒、乗り棒から内部では乗りほ、乗りほと呼ぶ。表記はひらがな、カタカナどちらでも構わないが通例カタカナが使われ、発音は上がり、調子である。これを元にして、ダイヤ作成や列車編成の組成などの参考にされる。ヨーロッパ諸国の鉄道では信用乗車方式を採用しているため、多くの場合改札口が駅に設けられていないことから、 列車頻度が高く混雑する場合も多い地下鉄、トラム、大都市近郊路線の JR の即、普通列車に相当する列車などでは、抜き打ちで検察員による車内改札が行われ、優等列車など長距離列車、大都市近郊以外のローカル列車では、ほぼ必ず乗務員による車内改札が行われ適切な乗車券が購入されていない時には、罰金が請求される。 ロンドン地下鉄では、下車時の乗り越し生産のシステムがなく確実に、目的地までの乗車券を購入することとされており、乗り越すと罰金が課せられるシステムとなっている。また、オーストリアの公共交通機関では、検察員による、車内改札による、確認時に誤った乗車券を持っていると罰金が課せられる。改札ばさみ、改札ばさみ、改札京都は、 主に改札口で入場する際に切符に使用開始、使用済みであることを示す印が入れるための道具である。なお、車内改札では、車内で乗車券を購入するか、乗車変更を行う乗客に発行する補充券では、主に穴を開ける外産バサミが用いられるほか、旧国鉄、JR の優等列車等の車内では開け穴せずに、切符の面に、 花形の凹凸をつける改札バサミがかつては多用された。ハサミと称しているが、一般的なそれと異なりパンチャーと同様に、穴を開ける程度のもので、物を切る用途には使用できないものだった。一部の鉄道事業者で改札口に人員を配置しない駅では、懸命に入居省略と表記しこの手間を省いていた事例もある。また、現在でもラッシュ時などに、 定期券のように乗車券を係員がチェックするだけで入場を許可することがある場合にも懸命に入居省略と表記している西武玉川線など1990年代以降合理化や自動改札機の導入に伴い改札ばさみから入場日駅名が記載されている改札スタンプに変更をしている自動改札が導入されていない駅から入場し 自動改札のある駅から出場る場合、入場時に改札バサミを入れてしまうと出場時に自動改札機に詰まってしまうことがあり、保守の面では好ましくないために改札スタンプに変更されているが、自動改札が導入されていない路線ではこの限りではない。車内改札でも改札バサミから日付等の記載のあるスタンプに変わっている。また、新幹線駅においても、 地方路線の無人駅から乗車し新幹線改札を抜ける際に乗車券に入場記録が記録されていない場合に自動改札を通過できないことを考慮し友人窓口にて改札スタンプによる入場記録を行う例がある一方台湾鉄路管理局も2008年2月より車内改札がスタンプに変更と発表したなお自動改札機では 乗車券に穴を開けるが、回数乗車券には、乗車駅の証明のため駅名、乗車日の印字を、新幹線改札口などで設置されている機械では、新幹線に乗車した駅名、乗車日時を記載すものもある。また、途中下車に際して、乗車券に途中下車駅を証明するため、途中下車印がある。旧国鉄 JR では、途中下車印は、 楕円形の内側に駅名を記したものと定めているが、区形の内側に駅名を記した、駅名商印で代用している場合が見られる。ただしこれは御用である。1990年代以降、JR の駅で途中下車の際に途中下車員を応援しないことが多くなったが、通常応援しない場合でも利用者の申し入れ応援する。他に、ギップを無効にする処理のための無効員があり、 キップを記念品にする目的等のために、収札時にキップを回収する代わりに使用されることがある。近年では、向こうの代わりに、乗車記念と記されたスタンプもある。無人駅で下車する場合にその旨を申し出ると、向こう員の代わりとして、車掌、ワンマン列車の場合は運転士がサインもしくは印鑑を応印した上で、当該列車の列車番号を記入する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。